思い出だったら結構救助ルートとか読んで罠どっか設置しといて、罠設置できる段階で、うん、それやってみるわ。めっちゃ椅子の遠くとかで罠設置してで罠引き寄せ、それ決めるわ。じゃあ天地で無理やり地下もいい。一旦鹿使いの人格見るか。あ、コントロール。え、凶暴さんなんだ。やばい。百人十色すぎる。百人十色すぎるな。癖強っ、みんな。あ、なんかペンチ、でも凶暴振ってる人多いな。コントロール振りは安定っていう感じかな。コントロールでペンチみたいな。なるほどね。まあチェーンに罠さえかけて減速入れればワンチャン枯れるからって感じか。頑張るぞ。あれまた傭兵じゃないだろうな、男だけどな。あー、また傭兵だ。傭兵です。もうずっと傭兵。あと鹿の勝ち方に追加、初手傭兵引かない、これ追加で。オルゴール設置せんのかーい。来いだと思い言った。ほら、よし、オッケー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 。いいよ、この奇襲、奇襲ね。リーター割るのも早くて、僕はで、ここも、全て割っちゃうと。でもこっからそれ誰、それ骨董か。うわ、板倒しするんだ。なんか変なとこに倒してくるな。変なとこにオルゴール設置してくるな、この人。頼む、いけ、よっしゃ、強っ。あー、これはね、良くない。フラフォーごときに、ね、餌食になってるあたり、弱すぎ。良くないですね。このフラフォーをしっかり読んでいかなきゃ、良くない。で、カウボと、ホットをね。で、もう一回回っていくと。うわ、今のダウン取れてたなぁ。ここ、いや、マジでチェーン、クソ上手くなってる。チェーンだけは、どんどん一枚になってる。で、釣りたい場所に、骨董がいるんで、まあ、釣れないんで。はい、オッケー。使った。で、次、骨董。あー、強すぎる。オッケー、でかい、でかいよ。これもう一個使うしかないんじゃないの。ふんふんって言って頑張った。頑張ったね、シカちゃん。はい、ここ、よーし、こういうことなんよな。でフラフォーム使ってるから回避ができないと。でさっき骨董も3回分棒は使ってるから、残り殴れる回数は4回で、さっき俺何やるって言ってたっけ、遠くから遠距離で決めるやつね。カウボーイまだ来てない。あ、もう遠すぎ。ほど遠い。いやでも、いや、なんかいい感じではあったな。なんか今の引っかかってたらさ、減速入ってなんかギリギリの椅子前読み合いって感じには なったんじゃないかな。とりあえず一発殴って救助させる。まあこの後は結構あれなんじゃない。ほい、骨董しか頑張れないから、それを考えたらまあなんとかはしやすいのかなと思ってみたりしますけど、そこに寄せていこうか。暗号寄せも大事って言ってた、まあ、それも全部やっていくけど、カーボーイがいるからまあこれは本当嫌だと。で、少しでも頑張って。多分大丈夫。一回なら。あははは、やっちゃった。やっちゃったー。これフラフォーだから。あ、フラフォー使わない、でかい。フラフォー使わない、でかい。なんかこの辺で回復してる。で、傭兵に使わせるでしょ。で、カウボーイはここで頑張ってるから、カウボーイにも
ワンダメージ当てに行きたい。オッケー。いや、あるな、これ普通に。この間だって、誰も解読していないっていう状況だからな。で、解読場所にも少しだけ寄せることができた。で、骨董が回したい場所、どうしようかな。どっちにチェーン使おう。この何にもねえところとかに置いてていいのかな。どっち球場でもおかしくないからな。あの、これ普通に殴っていいよ。殴って球場させて、で、負傷してる人数を増やしていこう。これフラホだからな。オッケー。やめて。まあいいわ、このぐらいは受けよう。で、で、骨董匠が後ろいるんで、ここだ。よーし、よしよしよし、いいよ。で、カウボーイそこいる。で、カウボーイに取らさせたくはなかった。はい、すぐ下ろすから。で、こっち側です。で、多分カウボーイだいぶ縄使ってるから、あんまりね、縄ない。あんま縄ないない。で、こっち側連れて行って、で、次のターン、多分このターンでももう一回縄取れるから、はい、押した。もう多分マジで縄ない。で、頑張って傭兵が来るしかないな。オッケー？あるな、これ。あー、で、そっちが行っている。で、上がったから、で、上がってるけど、これ、あー、もったいないですね、これが。カウボ救助行ってて、まあ、このぐらいで瞬間接触か、一旦。まあ、これで、傭兵が、あ、カウボ行くんだってなってるから、結局カウボの時間使わせられていて、で、傭兵も半分間に合わないから、いい感じ。で、次の別の新規は、もうめちゃくちゃ遠いから。俺どうしよっかな。うわ、来てたわ、カウボーイ。マジで、なんかそんな気した。ワンチャン来るんだろうなと思ったもん。でかい！これだ！よし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 ！波に乗ってる！乗ってる乗ってる乗ってる！オッケー！しっかりとフラホ待ち。いい波乗ってんね。で、こっちがやってきて。いや、もうこれはいいわ。ここに乗せ、寄せつつ、捕まえて。ある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 。で、カウボーも騎士会使ったんじゃないかな。さすがに。いや、何回かダウン取ったもんね。はいや！お、起きんの。融合何振りよ、これ。球場はなんとかいけそうだな、サバイバー。うん。あー、強すぎ、出た！悪の化身、フライホイール。ただ、こっち側から設置しておくことによって、骨董匠を追うことが、まあ、できる。可能性があるぐらい。やったー！よっしゃ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 ！あるよ？え、まだ縄あるん？まだ縄あるん？オッケー。え、ダウン取って、で、あとは傭兵をもう一回捕まえたら、勝ちだ。多分。いやー、で、あとは問題、傭兵がどこ行ったかだな。いや、マジであるな、これ。でも、こっからまだ2通に逃げ。でも、全部新規だから、多分大丈夫、大丈夫。あそこ箱開けてるわ。箱開けてるの見つけましたよ。で、カウボーがこれ、騎士会使って爆速で解読回して、みたいな。されると、まあ、ちょっとだけきついかもしれない。減速のやつ入れて、ここ、よし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 、オッケー、よっしゃ、あ、よかった、あー、よかった。
あー勝てたー、マジで嬉しい、マジで嬉しい。よし、アンネット使おう。君の出番だアンネット、お前ならやれる、勝ちに行こうぜアンネット。今キャラピック見ててもう頼むからスタンキャラ使ってって思ってた、もう頼むからバッツマン使ってって思ってた。行くぜ、行くしかねえ。わあ、ありがとう鈴木さん、メモ取るからありがとうございます。ギュンギュンギュン、ギュン、降りるしかないね。ああ惜しい。最強、最強だアンデッド。泥棒で、対泥棒最強です。で追いついて、まあ、ここのぐるぐるはちょっときついですね。一発でやれ。ただここでぐるぐるしなかったんだったら OK、 よし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 、この3台守ろっか、この3台ね。今回はこっちの3台で戦っていきたいなと思ってますよ。でここら辺にいる骨董師をしばき倒しに行こう。一生追いつけないんですけど大丈夫そうか。一生追いつけないけど大丈夫そう。フラホー、でまた一生ぐるぐるでしょこれ、一生ぐるぐるだこれ。でぶん殴りだ。いけ、あ最強、いいよ。で向こう側に誘導して、で多分さすがに離れると思うんだけど、それをなんとか刈り取っていきたいなと思ってますよ。これ誰？この足跡。この足跡誰？泥棒だ。よし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 、ある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 。よし、ある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 。でかい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 。これマジでいいペースでいけてる。で瞬間ここで切っちゃおう。で切って骨董しばきに行こう。あれまたこれだ。いやこれでいけるんじゃん、これ。はい、エフラホナイ、オッケー、学習学習した学習した。でエネルギーゼロにしてこっち側の救助に来てる人をぶっ倒しに行こう。よし、いたいたいた、傭兵がいるって素晴らしい。めっちゃでもいいペース、あーでもいいな、その肘当てはすごく。これどうせフラホでしょ。あーよし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 、一人飛んだ。でしかも傭兵ボロ一回使い切ってるから、ある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 。でこっち側もずっと守りきれてて、グワグワ聞けた。で向こう側逃げてるから、まあそれやったらいいわ、許そう。ここ今真ん中通ったと思ったんだけどな、すごいちょうど。まあ、こっから傭兵、まあ、肘当ては強いな言うても。あっでかい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 。でもう向こう側はもう全放置。ここよし、これね、もうこれ俺のお得意技にしよう。これめっちゃいい、さっきからで。これで立て直しの何て言うんだろう、時間を作らせられてるからいい感じで、ここで今重たたきもう一回グイーンってめっちゃ溜めてもよかったんだろうな。オッケー、でかい。でここでダウン確定。でこれ騎士会は、騎士会じゃないわ、瞬間移動は温存でいい。暗号機、これ地獄の塊入ってんな、コットを書いてね。あいた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 、でかいでかい。ここで見つけたのもでかい、もうすべてでかい。であの人はもう放置しよう。フラホー、もうフラホーはしゃあない。
もう早めに使わせるのがもう一番いいから。はい、一撃で、また逃げる方向がすごくいい感じ。けどエネルギーがもうちょっと下がってほしいな。いけ、よーし。なんか今柵の上からこんにちはしてた。で、あれハッチ、俺どうすんだこれ。ハッチ、俺どうやって倒そっか。回復、回復してますね、それね。オッケー、傭兵はダウン取った。傭兵これ先飛ばしきれてるのはでかいな。いけ、よし、これは確定ヒット、いいよ。で、炭鉱が起き上がって、いやこれ炭鉱もう一回あれかもな、ダウンさせるべきかもしんない。こっち側にハッチないから、炭鉱が少し最後いいとこでダウンされたらちょっときつい。で、あそこ最後炭鉱いるけど、いやーこれどうだ、いけるかな。なんかもうずっとこの辺いるもんね、この人。あるんだよな、多分この辺にハッチが。そんな気がする。オッケー、ダウン取った。で、ハッチはレストランなかったよな。あ、こっちにもないわ。でもこれ傭兵多分騎士会。やったーやったー、勝ったーやったー、勝ったー、危ねー、怖すぎ、マジで。